愛は、ブケパロスに起乗したアレクサンドロス。鎧に、メデューサの首着現前660年頃の、貯蔵用のオオガメピトスの表面に描かれたレリーフ。ルーブル美術館所蔵。ジュリオ・アリスティド・サルトリオの1895年の、絵画、ゴルゴーンの首。ゴルゴーン、またはゴルゴーは、ギリシア神話に登場する醜い女の怪物である。その名は、恐ろしいもののい。 日本語では長母音記号を省略し、ゴルゴン、ゴルゴとも表記する。英語読みはゴーゴン。ヘイシオドスの新闘記やアポロドーロスによると、ゴルゴーンはワタツミポルキュースとその妻系統の娘で、ステンノー、エウリュアレー、メデューサの三人からなる姉妹である。またグライアイトも姉妹である。エウリピデスの奇妙な伝承によると、ゴルゴーンはギガントマキアーの際に、ガヤが、 ギガース族の味方として生み出したとある。さらにヒュギーヌスは、ゴルゴーンと系統から、ステンノー、エウリアレイ、メデューサが生まれたとしている。この伝承では、ゴルゴーンは男の怪物となっている。髪の毛の代わりに生きている蛇が生えており、黄金の翼、青銅の手、イノシシのような牙を持つとされ、自らの翼で空を飛び、ゴルゴーンの顔を見たものを石化することができる。 ボイオーティア地方から発見され、ルーブル美術館に所蔵されているオオガメピトスでは、下半身が馬になっている、ケンタウロス族のような姿で描かれているが、ゴルゴーンの首に剣を向けているペルセウスはゴルゴーンを見ないように顔を背けている。その住処は、ヘイシオドスによると、オーケアノスの流れや、ヘスペリデスのそのの近くの世界の西の果ての地である。神話によると三姉妹のうち、メドゥース その際、傷口からメデューサとポセイドオンの子クリューサオルとベーガソスが生まれた。その後、ペルセウスはメデューサの首を使ってアンドロメダーや母、ダナエを救い出したと伝えられている。ペルセウスがキビシスからメデューサの首を取り出し、その首を向けられたものは何者であっても意思と化した。一説によるとメデューサはアテーナーと美を競ったためにアテーナーによって 首を切ららられれれれたたたささにににメデューサはアテーナーの怒りに触れて醜い姿にされたとする説も唱えられたペルセウスは冒険が終わるとメデューサの首をアテーナーに捧げ、アテーナーは自らのアイギスにその首を取り付けたという。ホメーロスはイーリアスの中でゼウスの縦アイギスに固定されているゴルモーンの首について描写している。アイギスはイーリアスにおいては ゼウスの持ち物であり、ヘイパイストスがゼウスのために制作したものである。アイディスについては、諸説あり、後世の神話では、アテーナーのアイディスは、女神自身がゴルゴーンを倒した際に、その皮を剥いで作ったものだと語られている。一方、オデュッセイアでは、ゴルゴーンの首は、冥府の王、ハーベースが所持する魔物であるかのように描かれている。 ゴルゴーンの首は古代ギリシャにおいてはしばしば真けに用いられた。ギリシア美術では真正面を向いた人物描写は少ないが、ゴルゴーンに限ってはほとんどが真正面を向いた形で描かれている。同様に真正面の描写が少ないメソポタミアエジプト美術において常に真正面を向いて描かれるフンババやエジプトの神ベストの共通点も指摘されている。 正面を向いているのは、ゴルゴーンの持つジャガンを機能させるためだとされている。ありがとうございます。